10月9日水曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田浩事のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田浩事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です あの今朝今朝というか、まあ、夜中なんですけれども、はい、マンションの扉を開けてでうちのマンションはあの廊下が外廊下になっているので、うん、風が吹き抜けるんですけどいや今日風強かかったねねそうです、ね、確かにもうすでにっていう感じなんですが、まあ、これも、ね、台風が近づいてきているその影響もおそらくあるんだろうと思うんですけれどもね、はい、あのいろんなところに影響が出ていて私あの、今週末にですね実はあの海上自衛隊の 観式の取材とただ観艦、はい、式本番は14日の月曜日祝日なんでこれはあの船の出る時間には私、放送してますんで行、えー、けないと、えー、であの12と13に「えー、予行」というですね、えー、事前公開があったんですけれどもその12日に行こうと思ってたんですよ、はい、であの取材の許可ももらっててであの護衛艦の出雲っていうね <laughs>、まあ、あの飛行甲板のこう広いヘリ空母と呼ばれるそうのね非常にあの興味深くて私も楽しみにしていたんですけれども。<ー> 昨日の夜にですね海上、えー、幕僚幹部のホームページを見ましたらあれっていう、えー、令和元年度自衛隊観艦,艦式事前公開、括弧体験公開の中止についてあ<ら>台風の接近を考慮して12日土曜日と13日日曜日は 中止いたしました。<ー>ええ、まあこればっかりはもうしょうがない。もう仕方ないですよね。そうなんですよ。あのー、もうだからあの風も吹いているし、すでに海は波が高くなっていると、あの強風波浪注意報がね、えー、各地出ているということですし、はい、で台風はまさにこの十二十三というあたりが、えー、関東は大警戒が必要というね。そうですね。あの先ほど日本気象協会の方に伺ったんですが、今の段階、うん でのあの情報としましては11日金曜日の夜から降り始めまして12日土曜日午前中にはもう台風の周りの雲がこうかかり始めて午後になるにつれて雨風ともに強くなります、うん、でこれが13日の日曜日の明け方ぐらいまで続くのではないかというふうな今見通しになっていましてそうなってきますともう12日は1日も外に出ることはできないかもしれません。しかかも金曜日の夜から雨降り出すんだった 買い出しねそうですね、もう今日と明日がもう日差しがある、まあ、晴れ間がありますので、この2日間のうちに買い足したりですとか、まあ、懐中電灯ですとか、いろいろ身の回りのものを点検したりしておいた方が良さそうですね。 えー、日本放送各番組でまあこの台風情報を、ねえー、お伝えしてまいりますし、えー、折しも今日10月9日は9月9日に上陸した、えー、台風15号から1ヶ月ということでありますこの番組を含めまして、えー、千葉で今どういう状況なのかそして台風19号が来るというあたりの対応についてもですね各番組、えー、記者がいてリポートしたりアナウンサーがいてリポートしたり、えー、そしてこの番組ではあのー、南房総市の石井市長と電話でつないで、えー、現地の情報を聞いていきたいと思っております さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに超感覚者入ってきましたけれども、今日はですね、えー、経営に関するものが一面トップというのが多いですね。あの企業のトップの交代についてに。 3系読売それから3系は日産の社長打ち出しというところをトップに掲げておりますで一方で朝日新聞は関西電力この会長辞任へとあの金銭受領問題隕石というのを一面トップに掲げていますでこの関西電力社長はですね電気事業連合会電事連の会長も務めているんですけれども社長の方はまあ一連のこの第三者委員会などの、えー、報告う等々が終わってから辞任の行 この辺ううててり,、まあ、りのことについてはです、ねえー、2つとも後ほど7時台、えー、今日のコメンテーター数量政策学者の高橋陽一さんとまた深めていきたいと思います。 でえー、海外の経済についてなんですけれども FRB= アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長がです、ねえー、講演を行ったとでそこで、えー、今後の資産購入の再拡大へということを発表したということです、まあ、これはの短期金利の上昇を抑制するためというようなことが言われているわけなんですけれども実上のこれもう金融緩和再開だというふうにもなっています。まあ トランプ大統領が再三にわたって批判をしていると、えー、緩和が足らないと景気を本当に下支えする気があるのかと能力もなければガッツもないみたいなね、えー、非常に辛辣なツイートも様々やってるわけなんですが確かにアメリカはあの先日も説明しましたが ISM という、まあ、製造業に関する統計が非常に下がってきているだとか、えー、そろそろ雇用も頭打ちなんじゃないかとか、えー、景気の曲がり角なんじゃないかっていうようなことが出てきてますんで,で大統領選の近いトランプ トランプさんとしては景気を何としても経済を良くしておかないと選挙には勝てないと身にしみて分かってますからその辺ビジネスマンですからねなん、えー、とかしてほしいと FRB としては、えー、一度緩和やらないっていうふうにかじを切っただけに、えー、手締まいを今のうちにしておきたいっていうのがあったんですけれども結局緩和をこれ事、えー、実上 復活させるとこれがですね日本の日銀の姿勢と正反対で面白いのがこのアメリカの事実上の 両的緩和の再開をですね、ステルス QE、ステルス緩和みたいな、えー、言い方をしてるんですね。一方で日本はですね、日銀は両、えー、的緩和をずっとやってますと。で、両的緩和をずっとやってますから、えー、年間80兆円をめどに資産をどんどん買い入れて、えー、市中にお金をジャブジャブと出してるんですと。その方針に変わりありませんと。ずっと言い続けてるんですけれども、 ただ、買い入れてるじゃあそる数字を見るとあれ年間20兆も買ってねえぞという風になっていてこれを何と呼ぶかというとステルステーパリングステルス引き締めという風に言ってまして今、実は世界の流れっていうのはステルスだろうが何だろうが緩和をしていって。 でえー、また市中にお金をどんどん流して景気を何とか支えましょうねとでただ緩和するだけじゃ効かないのは分かってきたとだから財政も一緒にこう出動して要するに国債を買うということですから、えー、その国債を担保にして 国は、えー、貨幣というかお金をどんどんこう手に入れることができるとで、えー、二人三脚で金融と財政で景気を下支えしていきましょうねっていうのが結構世界のトレンドになりつつあるんですけれども日本だけがその真逆を言っていてだって日銀はステルスで引き締めるわで財政の方だって税金を上げるという引き締め政策をやっているわこれねあの政府日銀一体となってこれ本当だったら大批判しなきゃいけないんですよ。ところが新聞はそれに 対して大ししてて批判をしないなぜか軽減税率で彼らは恩恵を被ってるからですね今日の日経新聞の中に経済面でですね日銀はよくやってますよっていう仰天するような記事がありまして、えー、こちら、経済面のごめんです緩和度合い日銀が突出影の金利マイナス7.7%欧米を大きく下回る。で これがですね、また私カチンときたのが、えー、国際通貨基金の元チーフエコノミストであるオリビエ・ブランシャール氏の論文を引く形で、えー、日本の金融政策は限界に達したと指摘しているとで、その根拠の一つが影の金利というものだというふうに言っているんですけれども、これね、 ブランシャール氏の論文の完全にいいとこ取りをしているっていうこういうのチェリーピッキングというそうなんですけどねあの選んで持ってくるとこれなぜそう断言できるかというとこの論文をタジ郎さんという方が日本語に訳していてでそれをツイッターで連投したりなんかもしていますオリビエ・ブランシャール氏自身もこの5月にですね実はあのツイッターの自分のアカウントで日本語で連投をしていたりなんかするんですがそこに書いてあるのは確かに日本の 金融政策はは限界に達したとは書いてありますありますがだからこそ今財政をやんなきゃならないっていうのがここが一番重要なんだというふうに書いてあるんですよ。ということはですよ。この 記事全体を読むと、ああそうか、日銀はよく頑張ってるから、金融緩和限界か、もうやめなきゃいけないのかっていうふうに読めるんですが、そうじゃなくって、金融限界なんだから財政を出せっていう、ですね、えー、これ、2つで1つの論なんですよ。で、えー、1つしか書かないっていうのは、完全にこう、完全とか、不完全なものを出していると、でその上、ミスリードを誘うということで、まあ、こういった記事が横行してるじゃないかと。で今回の国会 今回はその財政出動をこそ議論しなきゃなんないんですが消費税反対だけを言ったら意味がないんですよじゃあそれに代わる景気をあ悪化させないための方策は何なんだというところを議論しなきゃいけないのに全くそこを議論していないっていうのはおかしいじゃないかと例は新選組だけなんですねえ財政と金融のパッケージでガンガン財政出していきましょうよと言ってるのはその環境っていうのは私はおかしいと思いますよえー、ご意見お待ちしておりますメール COZY コージアットマ マク一二四二ドットコムです。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんです、えー、取り上げるニュースですがまずはあ関西電力の会長辞任というところそれから日産自動車の社長人事、えー、さらに米中の貿易についての閣僚級の協議、えー、そして台風15号被害から1ヶ月ということで7時30分ごろのニュースキーワードのゾーンで南房総市の石井市長に現状を伺いますそして7時40 30分過ぎスクープアップのゾーン8月の毎月勤労統計調査の結果が出ました名目賃金が2ヶ月連続で減少しているこれ額面で減少しているぞと消費増税の影響についても伺っていきましょうメールツイッアドレスはです。メーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。 コージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所しょいかごさんからいただいたきゅうりなど朝鶏野菜と醤油せんべいの詰め合わせをプレゼントしています新鮮な野菜をお送りしますので必ず電話番号とお部屋番号もお書き添えくださいいただいたオピニオンこの後ご紹介 本音のオピニオンをお待ちしています、えー、さあ私先週の金曜日から月曜まで韓国ソウルに行ってまいりまして、えー、日本で伝えられている韓国についてその本当のところというのをいろいろ取材してまいりました、えー、今日はですね韓国経済がテーマ今日と明日の2日間ですでお話を伺ったのは日経メディア産業タイムスのソウル支局長のオム・ジェハンさんまずは今の韓国の経済状況について伺ってきました まあ一言で、ですね、<ー>土砂降り状態だと思いますね、今の政権は、経済、オンチと、うん、僕は名付けたいですね。ムン・ジェイン政権に変わったときにこう、若者が相当支持してで、その若者の雇用を作るんだってことを、確かに訴えてたと思うんですけど、これ、 本さん、現実逆になってませんかそうですね、あの最初に僕もそうかなり期待してですねあの若者たちに仕事場を作る、うん、ということを打ち出してです、ね、出発しましたけれども、はい、どうもこう間違ったところはやはりその最低賃金の大幅な。はい ああ引き上げなんですね、うん、賃金を払うことで、利益がどんどん減っちゃって、うん、これじゃあ、もう商売自体が立ち行かないっていう人が増えちゃったです、あの商ゆのところでは、コンビニですとか、はい、フランチャイズ業界がですね、うんえー、大を受けてるんですねでそうなってくると、この今、若者の使用率って、どのぐらいになるんですか政府はですね、はい、まあ6割、60%と言ってるんですけれども。ええええ ちゃんとしたその基本的な数字では、多分50%と思うんですが、その50%にも落とし穴がありまして、兵隊に行ってる若者と、それから大学院に進学した若者が含まれてるんですね。ですから、韓国軍60万人が含まれてるんですよ、その就職率には。冷静に言えば、多分40%切るんじゃないですか。 それはやはりあの正社員とみてですね、はい。まあ全体の失業率の部分でも、まあ別の記者の人に聞いたのもね、あの。 それこそ市などの公共セクターがまあ非正規でお掃除だとかそういうのを雇っている人だとかそういうのも全部ひっくるめて素晴らしい数字が出ているということを言ってるんだけど誰もそれを信じる人はもういないというような状況になっているそうです。続いて日本で7月に発表された輸出基準の見直しについてであります。どのよううなな影響なんでしょうか まず一番今回、日韓のですね貿易摩擦によるターゲットは、半導体なんですね、韓国の半導体というのは、いわゆる国の経済を支える大黒柱産業なんですね、全体の輸出数のですねえー21%、でさらにディスプレイまで含めますと、全体輸出の25%を占める。 で例えばサムズン電子がですね、ハンドタイをやらなかったら、今のサムズン電子ないと僕は言い切れます。ですから、その韓国経済の大黒柱産業のハンドタイを作る革新的な物質。 材料、うん、この日本製ですね。これが手に入らないってことですね。はい、だから大騒ぎになったんです。まあ、安倍さんはすごいなと思ったのはですね、多分経産省がそれを打ち出す前の6か月間ぐらい、僕はシミュレーションをしたと思うんですよ。<ー>要は、韓国に一番痛いところはどこなんだろう。はい、中でも何か。 で半導体、その中でも、コア材料だったんですね、うんはい、その中でも一番のが、ね、はい、高純度、フッ化水素、99.999、99. 999<ー>いわゆるその59以上は、日本企業しか作れないんです、はい、しかも半導体、構造ってです、ね、24時間、365日回らなければならないんです、これ、2秒、3秒止まったら、ですね、はい、大赤字になっちゃうんですね。 実際にストップししまますす、うん、この先スルーします少しずつ今出してるんですけどね、でもね、ーーちゃんとした量はないんで、止まるんです。ですから、韓国も最初は感情的に対処しましたけれども、もっと冷静に対応しようというまあ動きはあるんですけどね。う オウムさんは事情を知ってただけにもうこれ発表された時点で大変なことになるぞっていうことを韓国政府に警告をしていたそうなんですが、うん、ところが政府はですねもう文在寅政権は、まあ、経済本地ですから全く動かず途中までは威勢のいいことを言って、うん、急所をつかれたのにジタバタ動いてしまったからどんどん傷が深くなったっていうような表現をされていました、まあ、あの今になって静かにはなってきてますけれども、まあそういう意味では、えー、これは、えー、向こうにとっては、まあ、かなり効いている部分はあると。うんまあ 特に高純度のものっていうのは日本にしか使わないっていう非常にこう強みもあるというところのようであります、えー、日経メディア産業タイムスソウル支局長オムジェハンさんお話の続きは明日のモーニングライフアップでご紹介いたします明日はいわゆる徴用工裁判の日本企業の動きについてそして今後の日韓の経済関係についても伺っていきます あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見いろいろいただいてますね、えー、メールですみわさん横浜とつかく56歳の奥様 北朝鮮の漁船が乗組員60人の大型船だったと聞きました日本の海域で違法操業をしても打歩罰金を課されることなく退去なので日本は足元を見られていると思いますと、まあ、昨日も自民党の部会の中で、ね、そういったこう批判水産庁の担当官だとか,からに対してかなり上がったんですけれどもそれに対して水産庁の方々が何と言っていたかというといや、そうは言ってもあの。 向こうは多勢に部税で来る上にそこに我々船1隻それで全部をこう打捕とか逮捕とかってことになるともう手が回んないんですよと先生方だったら予算をつけてくださいよっていうのを言、うん に匂わせているとううような感じでまあ確かにそういう部分はあるようでまあで対応を精一杯やるとなると放水だとかで大気をまずさせるというところを優先したということが現場では起こっているようですね。その辺も含めて議論していかなきゃいけないし必要な予算はつけなきゃいけないと日本の大きな大きなこれは資源でありますからね。 さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。確か前回出演の時、2週前だったと思うんですけれども、はい、前日か前々日かなんかに、うん、ラグビー見に行ってましたよね。<laughs> 行きましたよ。うん、あの後は、テレビサビス機を中心にですか いや、それ、取れない。取れない。そうですよね。にわかに大人気になっちゃって、いや、でも日本は快進撃を続けてるじゃないですか。らしいですね。興奮しちゃいますね。ね、あれだけ。ね、アイルランドにも勝つと。アイルランドに勝つし、あの、サムアの時に最後にボーナスポイントだったでしょ。そがいで。あれはちょっと、ええって思いましたよ。そう、ったんね。八十分超えても、プレーを切らずに。だって、本当は終わってたんだよね。あの、その、サムアのボールで。それなのに、入れるのが。 ちょっと違っているとあんな反則があるのかなと思ったけど、うん、それでその後に日本トライでしょびっくりですよあれは,あれは驚きました<え>、うん、最後それで4トライをそ,うそれでボーナスポイント1個でしょ <laughs> 大きいですね本当まあちょっと台風が心配なんですが、えー、今週末もね、えーえー、スコットランドとの一番と そうね。これ、中止になっちゃったらどうするのとかいう話もしてね。なんかいろんな引き分けなんでしょ引、ね、き分けだと。まあ、それはちょっとないだろうね。こういう話でね。引き <laughs> 分けだとただ、決勝トーナメント進出が決まるという、ね。いや、ちょっと、ちょっと新しい方がいいから。<laughs> まあね、うん。どっか他のところにやってもらったらね、いいんじゃないかなと思いますよ。うん。えー、今日も一つ、ニュース解説もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 10月9日水曜日改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK! 浩二イアップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんですおはようございます高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです 関西電力の金品受領問題八木会長が辞任のの意向関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題で八木誠会長が責任を取って会長を辞任する意向を固めたことが分かりましたまた岩根茂樹社長は近く設ける第三者委員会の調査が終了するまでは職にとどまりその後辞任する方向だということです え各紙一面でえ伝えておりますトップなのは朝日新聞だけという感じですが、うん、えそれ以外も、ね、一面の二番手記事とかで伝えておりますが、うん、さあこのこ不思議なのが、はい、あの地元を落ち着かせるためにね、えー、関西電力側がなんかあの金を配るみたいなことをするのは分かるんですけど、うん、これ、逆パターンなんですよね。あの要するに えとこのもあの旧、ね、元中国側がまああのねなんかまあ,あのマスコミ界ではすごく言いにくい話らしいなんでねこれね正直言うとねあ人権教育の話ってのはういうのがいわゆるまあねあの、えー、日本でいうとブラック問題とかね、はい、そ,そういうそういうあね 不公平な話をあったってんで。か、つてあってそうそう、てあって。私なんかも行政やってたから、これはね、ものすごいみっちり勉強するんですよ。それ、あの、関西行くときにはね。あの、あと東京でもあるんでね。だから、それについては、ものすごいみっちり勉強して、あの、まあ、その地元に行ってもね、あの、その、不、不、不都合がないように、まあ、やるわけですよ。私も関西に行ったときに、全部所長やってるから、これはもう、みんな、地域、あの、あと、人っていう、両方の観点でね、この差別問題があったんで、それものすごい慎重にやりますね。 やりますけれどね、はいあの、実はその法律もあってね、特別措置法ってあって、それずっと更新してたんだけど、2000年、確か2002年だと思うから、それでもなくなってるんですよ、だいぶ最近はない、だから、うでだからこう、だから官電がまあそういうのを配慮したっていうので、はい、あのまあ、 あの、言うのはね、私はちょっとね、うん、あの、大げさすぎると思う。はっきり言えば、その役所の対応っていうのも観点よく知ってるでしょ<ー>だから知ってるからね。えー、い。や、それはそんな難しい対応じゃないんですよ、はっきり言えば。これは。それはね、すごくみんなオーバーに言うの。 大、うん、前に言うんだけど、<ん>実際問題は私もだから言ってね、えー、そんな激しいことないですよこれ、まあそういう、そのまあ、この森山氏という人の個人的な性格の部分であるとかがクローズアップされてますけど、うん、基本的にはじゃあその森山氏がいろんな企業の顧問を務めてると、えーで、そこに対して仕事が欲しいからどんどん金品を出すみたいな、そう,そ,うそういうなんか利益誘導の構図と見た方がいいわけですよ。ねそそそもそもそれで、うん あの、関連もね、そういうふうな、あの、相手がいろんな状況の時には組織対応しなきゃいけないんだよね。あの、役所も組織対応実はそういう時にするんですよ。だから、それをしてなかったっていうのは関連のミスですよ。あて個人の対応に渡しちゃってたあの、要するに全部個人の対応で一時保管なんてやるでしょ。そんなないですよ。こういう、この手の話は全部組織対応。だって個人で全部できないから組織でやるっていうのは、役所もそうなんだから、関連も当然そういうふうにしなきゃいけないんだけど、関連はそれをしてなかった。 要するに記者会見も全部個人でしょ、はい、あれは絶対おかしいですなるほど、えー、まあ確かにこれ、いろんなところに金品を出していたっていうのは、福井県の職員だったりとか、えー、まあ警察関係とか、えー、あるいはあのーね、国会議員にも話が及んでますけれども、基本的には県職員なんかは組織対応だし、もちろんそうです、まあ国会議員の場合も事務所対応という形である意味の組織対応。えーえー、だから、関連だけは組織対応じゃなく、個人対応にしたわけでしょ、はい、それは絶対におかしい。あれ だからこれはある意味で関連のリスク管理が全くできてないから、私はその背景のいろいろなことを全部考慮した上でも、関連の責任は大きいって言って、はい 思いますよこれ、その世耕前経産大臣個人献金があったとかそういうのが今日ね、週刊新潮が報じてますけれども、でも違法性ないと思うけど、だからそれはそれで、個人献金でちゃんと資金収支報告書に出ていれば、何の問題もないです自分の権限関係あったら別ですけどね、それは全然ないでしょうし、だからそれは献金があったって話と、そこ背後に不正がどうのこうのって別な話ですよね。こうううういいのっってきちとそ 法律とかそういうのでやったほうがよくて、はい、はっきり言うとこの関電の,、うん、の取締役の人っていうのは、背任的な話ですよ、はい、要するにたくさん工事をさせておいて、うん、そのキックバックを受けて、個人でもらっちゃったってことでしょ、はい、これは解任、背任になって、うん、この重役がもしか生きてて、調書を取ったら背任になっちゃうかもしれない、はい、でももう亡くなっちゃってるから、信任の口出しなんだけど、はい、だからそれは相応の責任は取らざる、うん、これ、一時的に保管するだけで返すつもりだったと言っても、それは背任になる。<う> <laughs> あの返すつもりやったのか認めてもらえてなかったから税務調査で所得認定されてるんですからなるほど <laughs>、えー、そんなもんは通用しませんよ <laughs> <laughs>、えー、まずは関西電力をめぐる問題でしたおはようニュースネットワーク 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです日産自動車社長の後任に内田誠専務が就任へ 日産自動車は昨日、社長兼最高経営責任者 CEO を先月辞任した西川博都氏の後任に内田誠専務執行役員を正気に昇進さ,させる人事を発表しました。また最高執行責任者 COO にルノー出身で三菱自動車 COO のアシュワニ・グプタ氏が就任。信頼回復へ集団指導体制を構築します。 えー、そして副 COO という方も置くということで、えー、そこには関さんという、うん、まあこれは日産生え抜きの人が入ったと、うん、まあこの内田さんは日本人でありますけれどももともとは日商祝い、まあ、今の双日にいてそこから日産に転じたという人だ。うんうん まあこういうのを説するときに、なんか昔のサラリーマン時代を思い出しちゃうんですけどね、<laughs> まあ人事が面白いねっていう話ですよね。<laughs> まあね、あのどこの出身だとか、何派だとか、そういうのでね。そう,そ,ううん、そういうので大体見えちゃうんですけどね、はい、見ちゃうんですけどね、ええ、まああのね、前のゴンさんが恩だされて、そ、はい、れで、まあ違うね、あの人が立った、サイカ川さんが立ったとしたら、やっぱりまたそれも脅されちゃったって話でね。まあサイカーさんもちょっとね役員報酬の不適切な があま,たまあでもあれも脅されたんでしょ要するに反対の方が。まあそういうことでしょ、うん、それだからそれこういう話なんですよね。はい、それで結果的にはまあちょっと、うん 抜きでなななくて無難人がったとただしルノの方も一生懸命頑張ってるからここのグブタシーというのを入れたとそうするとその裏側にもうちょっとあるんだけどこういうのはやっぱり指名会社っつって役員は指名委員会というのが指名するんですけどねそこにちゃっかり決算省の天下りがいたりしてね面白いですね本当にこういうのはいや本当今回そこら辺が結構作用してるっていうのはやっぱり日経はその辺食い込んでるんですかね。ん書書いいててあるるみた サラリーマンの新聞だ。<laughs> <laughs> <laughs> こういうことは好きだから <laughs>。あのー。 なんか、えー、最初は100人ぐらい、えーえー、ロングリストといって、こう、候補があったんだけれども、そこから、あのー、10人まで、西川氏の退任の発表で絞って、えー、で、9月末には3人まで絞ってきたと。えー、で、この3人が内田氏、関氏、グプタ氏の3人で、<laughs> で、えー、ルノー側はグプタ氏を押す。うん、で、指名委員会の委員長が、うんうん、えー、豊田、 マサカズ氏という方なんですがそかそういう甘くですよ。<laughs> <laughs> この人、経産省出身。経産省。それで、も、も、ともとは、日産、ゴーンさんが行った時は甘くり受けなかったんだけど、はい、ちょっと危なくなってきて、最後の時にちょこっと入って、はい、まあ、日米の話とかね、中国の話がありますよって連絡調整みたくやってた人ですわね <laughs>。なるほど。ち <laughs> ゃっかり入って。でも、今いが生き、生き延びて、えー、指名委員会でしょ、えー、委員長でしょ、うんうん、いや、しゃ、さすがにあの、まあ、人事で動く、泳ぐのうまいなって感じは私はしましたけどね <laughs>。いや、まさに指名委員会の のやっぱり取りを握っちゃうっていうと自分たちの方向に持っていけるとってるでしょそれでまあ官邸がどこまで移行あんのか知りませんけどねなんとなくこの社内に行ってる時はね自分はね官邸がバックにあるみたいなこと喋るんでしょうそらくなるほどねごあさをさてきてとで関市内田氏の日本人トップを主張したとでまず関市が10月初旬にトップから外れた西川氏とともに経営再建策を作ったことなのから才川体制と大きく変わるない なないいじゃかととされただから無難に言ったんでしょ要するに老後においてそれだから結果的にまあ二週はいってその色があんまりついてないのがポコタと入るって人事ってこんなもんでしょうねなるほどねうんふんだけの話ですよってかその経営手腕だとかあるいは業績を伸ばしそうだみたいなのよりも関係ない無難に収まる人が一番いいってやつ特にこういうやっぱり揉めている時っていうのはそりゃそうでしょう個性強い人だったらダメですよだから無透明な たのかっていう感じの人の方が実はポッポッと上となっちゃうんですようんいやなんかその <laughs> サラリーマンやってると確かにその <laughs> 仕事ぶりだけはが出世に直結するわけでもないって全然関係ない <laughs> <laughs> 全然関係ないうんうんだけでしょって <laughs> まあこうやってかなり上になるとほんうんうんだけでしょねあ,<ー>ある程度まで上にいかないあのその10人のリストぐらいに行くのはね多分仕事だと思いますよなるほどね<ー>有資格者になるまでは仕事一生懸命や後のやつは 最の目を振ったよような感じですただあの、日産はあのそもそも論として、まあ、このお家騒動もありますけれどもそれ以外にも、うん、あのアメリカ市場での失敗などもあって<え>非常に利益が落ち込んでいるとところがある、ねうん、それを、まあ、この内田さんを筆頭にした3人の体制で、うん、立て直さなきゃいけない。 まあこれもね経営司法と関係なく選ばれた人たちだからまあ運が良ければ立,ち直せ立て直せるでしょう <laughs> 本来的にはまあゴーンさんは自分のリーダーシップであの瀕死の日産を立て直したと,いうともされると。そそうう まあ人、ね、あの口の悪い人はただただコストをカットしたほいいんじゃないかというような人もいますけれども <laughs>、まあ、まあね、この経営の話とかね、そういうのは世界経済の動きとかそういうのに結構影響されるでしょうからね、はい、経営能力とちょっと違うところで、そのせん、世界経済を左右するというあたり、続いてのニュースに参ります、はいはい、米中閣僚級貿易協議、10日からワシントンで開催。 アメリカ政府は7日中国との閣僚級の貿易協議を10日からワシントンで開催すると正式に発表しました閣僚級協議が開催されるのは2か月半ぶりです農産品のほか中国による知的財産権の侵害や技術の強制移転の是正など幅広い分野が協議の議題となります 7月末に上海で開催して以来ということになるんですがこのまあ米中の摩擦の影響というものがいろいろ下が出てきてまして世界の GDP の0.8%下押しするんじゃないかというような指摘もあるようであります IMF が見通しを修正したというニュースも入ってきておりますが。うん まあ、これ経済だけの問題かっていうところです、ね、ああもう本質が違いましてね、ね、うん、この知的財産権の話っていうのがあるんですけど、はい、あの背景は安全保障ですね、うん、安全保障の話があって、まああのー、技術に続いて。はい 軍事的な優位をアメリカが絶対に許さないっていうのが大前提で、うん、その話っいうのは2010年ぐらいからずっと米国の議会では議論されてるなんで、<い>そのあたり読むとすごくよく分かりますけどね、うん、要するに経済のような話で派遣あ、あの派遣っていうので日経新聞とかそういうのを書くんですけれど、うん、実際は安全保障の要するに派遣ですね、ですからそういう意味ではハイテク産業についてはものすごく厳しくアメリカがやると、それは軍事転用されるからということですよ。うん、だからその,辺のところはね日本 の経営者はもうちょっと真剣なんかね真剣っていうかね、うん、あの情報をねよく入れて、はい、あの対応した方がいいと思いますよ日本のこの企業の人って中国と簡単に合弁たり合、はい、弁とかいろいろやるでしょ。そ,うね、それと日本のハイテクさんハイテク技術が中国に流れてるっていうのはアメリカは今度許さなくなると思いますよ。だからこういうことは中国とやってるでしょ。はい、やってるんだけどこれは実は日本にも実は要求するんですよ。えー、だから例えばハイテク関係ではもう、はい、中国との間の の合弁企業はかななできなくなると思った方がいいいらああ、もしやるんだったら、もうアメリカの市場からの撤退も辞さない,いだってやってたら、逆に中国との間で、まあ、技術協力なんかやってたらね、はい、アメリカ市場から締め出される可能性は高いですよ、はい、これからね。ええ、らその前,前として中国とアメリカやってるわけだから、はいはい、これ、よく見といたほうがいいですよ、今、中国ビジネスしてる、日本の経営者は。うん、で、まあ、それに関連して、あの外資規制、政府関与を強めるというニュース。 これ各紙、経済面で報じてますけれども、うんあの、安全保障に関連する企業への外資の出資規制を強化するという外為法の改正案を政府がまとめたということ私が今言った話の制度的な裏付けです、はい、要するにだから、もう同時進行に起こってるんですよ、だから、今度、外資を1%、10%、1%にするんですから、ほとんどみんな引っかかるわけでね。この時にアメリカ のあの移行とちょっとずれてる中国企業との合弁があったらみんな跳ねられると思いますよ。ああ、それもひっくるめての、まあね、合弁企業だから子会社だったとか別会社だとか言うの言い訳は許さず。許さず、まあこれは厳しくやってるんですよね。だから、あの、NSC のね、日本のやつなんかでも、昔は安全保障だけだったんですけどね、最近経済の部辱ができましたね。それはこんな、こういうことやるんですよ。そううい あの部局もできだか,もも、はい、から、いつね、それ政府が発動するかって話だけで、これはだから、アメリカの米中協議なんか見てて、やるんですよ、だから日本も絶対に、多分同調すると思いますよ。なるほど、だからこういうのを見とかないと、中国企業で思わぬ大失敗するかもしれない、日本の経営者はね、するかもしれませんよまあこれ、法律の改正が必要だから、やっぱり今出して臨時国会、あるいはつあの通常国会、通常国会来年は。 <で>だから来年から動いちゃいます、ね、うん、ええ、まあ米中協議もそのあたりを一つの山として、何がしかの結論が出るんじゃないかっていうのをやっぱり見越して、こうやって動いているそうですねあの、外資規制、法律だったかちょっとは覚えてないんですけれど、はい、ちょっと前に法律改正してるんで、かなり政令でできますから、ええ、すぐ、すぐ。 可能性もあですまず実効性を政令で出して、法律は後からでもついていそうですね、だから法律またどこまであるかよく分からないですけどね、かなりの程度は政令で確かできるはずでしたよ、そうじゃないとね、こういう外資規制とかそういうのは、世界経済とか政治の情勢でね、パッとやんなきゃいけないから、法律上ね、結構緩く、弾力的ににでできるるよようなってんすそうじゃないとね、ワククしないから、これ、法律改正必要ですってね、国会開いてませんって言わて。 だけ卒業しないと分野なんですこれは確かにそうですよね他がやってるのに日本だけ何やってんだになっちゃうとうだからこれはねすぐ動くと思いますなるほど、えー、高橋雄一さんとお送りしてまいりました <music> さあ続いてこちらです今日台風15号の直撃から1ヶ月9月9日に起こりました台風15号の直撃から今日で1ヶ月となりました。 被害が大きかった千葉県では昨日時点で住宅被害が3万4822棟依然として被害調査は進んでいて今後も数が増える見通しです。 復旧というか調査が今やっている最中ということですから、まあ復旧もこれからというところです。その上台風19号が接近、そして関東に上陸するんじゃないかというようなことにもなっております。で今日のこの時間は被害が大きかった南房総市の石井豊市長にお電話をつなぎまして、被害からの復旧状況、そして週末の台風への対策などを伺ってまいります。石井市長おはようございます。 はいおはようございますお忙しい中、すいません、ありがとうございます。はいえいえ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、1ヶ月が過ぎました、復旧の具合、いかがですか、えー、そうですね、あのーまあ、停電断水はもうだいぶ前にあの応急的に解消がしているんですけれども、はいまあ、未だに、あのー、例えばあの固定電話の回線がまだ使えないですとか、<ー>テレビが見えないですとか、インターネット回線はまだ使えないというような、あのー、ご家庭もまだかなりございますし、えー まあ家屋の損壊ですとか、あのいろんな施設被害等も、です今、まだ片付けをやってる最中であったり、<え>また復旧、復興に向けて、やっとこう作業が始まってきたかなと、まあ、そんな状況でございますう,んそうするともう皆さん、生活の立て直しっていうところで、まずは精一杯という感じになるわけですねそうですね、ま,あ、まさに本当、生活の立て直しで精一杯ですね、あまあこれからどうしようかっていうふうに悩んでる方々ももう大勢いらっしゃるような現状だと思います。はい うん、でも一方でね、やっぱりあの、食いぶちっていうものは稼がなきゃいけないと、産業の方っていうのも甚大なこれ影響を受けたわけですよね、市長そうですねあの、ま、農林水産工業、観光事業、さまざまな中小企業者等々、えー、かなり大きく、ま、被害を受けてますんで。はい えーまあ、それこそまだこう全容がどのぐらいの規模なのかっていうのは把握しきれていませんし、うんまあこれをあの各それぞれの分野ごとに復,復旧していくには、はい、もうあの1年という年単位の時間がかかると思いますうんうん、あのー、前回お話を伺った時には、まあ、ボランティアの方々、あのーね、特に屋根のブルーシートかけ、手伝ってくださいということを市長、おっしゃられていましたあの、その後もかなり駆けつけてくださってるんですか。 はい、あのボランティアさんはおかげさまで、あの継続的に、まあ、大勢の方においでいただいています、はい、で今でも、まあ、そのボランティア活動を続けていただいておりますけれども、えーまあ、ボランティアセンターの現状ですと、まあ、今でもそのブルーシート家系の要望がですね、うんまあ、まっているというか、あ<ー>まあ、まだ終えきれてないという状況がございます。そうすると、その状況で今度台風の19号がってことになると、もう時を争うわけですね、これは。 そうですね、もう本当、時を争う、もうこの週末のことですから、そ、えー、の週末までまで,できるかぎりのことをやっていくということだと思っていますし、ま本当に今度の台風、本当に心配していますうんこれあの、市長、さまざまな面で対応しなきゃならないことが多いと思うんですが、台風19号、一番懸念されてるのはどういったところですか。いや まあ前回同様に、また大きな停電が発生するんじゃないかというようなことを、やはり心配してますし、要は前回と同様のようなあの状況になってくるんじゃないのかなということを、やはりまあとてもまあ心配しています、えまあ本当にだけど、それに対して備えられることはしっかり備えていかなきゃいけないなと、そんな状況ですうん。いや本当にね台風の震度 ねえー、少しでも被害が少ない方にいてほしいと、もう、ね、こればっかりは祈るしかないというようなところもあるんですが、まあね、万全の備えを市長、今、されているという思うんですが、あのー、今、困っていること、あるいは一番必要なことをまず、うリスナーの方々に、えー、訴えていただければと思います。そうでですね今、あのーまあ、今必要なことは、まあ、今でもだいぶ15号からの、はい、の被害の まあ、あ回復するための、まあ、ブルーシートかけや、まだあの災害ごみの撤去作業なども、まあ、ずっと継続して進んでいまして、まあ、それらもまだ終わっていない状況にございます。はい、あのそういった点では、まだまだこれからも、まあ、人手を必要としていますんで、えーまあ、ご協力いただければありがたいと思いますし、えーまあ、今現状では本当、台風19号にしっかりと備えていくという,うことだというふうに、まあ、思っていますので。はい はいまあそういう現状ですわかりました市長どうもお忙しいところありがとうございました、はい、いえいええー、南暴走市石井豊市長にお話を伺いましたさあメールやツイッターでニュースについてご意見いただいています先ほど南暴走市の石井豊市長につなぎましたけれども、えー 結構ね、あのー、まだ復旧のお車を見かけますっていうような、えー、書き込みのツイッターだとか、うんえー、それから関野さん事前に電源車手配できないのかなと、まあねこれ鉄塔が倒れたらどうしまないんですね。まあそういう対応もね、おそらく考えてるでしょうけれども、あの防災科学研究所というところが、えー、このお防災に関して、えー、レスレスポンサイトというものを立ち上げております。うん、まあこれあの被害の状況だとか予想される雨量なんかも出てますで。 でそれが地図上にプロットされるというものですので今のうちにブックマークをしておくといいかもしれません防災科学研究所のクライシスレスポンスサイトあの番組のツイッターの方に上げておりますあの直接リンクを貼ってますのでぜひご覧いただければと思いますまあこれいろんな情報が一目でわかるという全部地図にプロットしてくれるというものですのでなかなかこれ使えると思います さあ、続いてのコーナーは、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクーパー !8 月の毎月勤労統計調査、名目賃金が2ヶ月連続で減少。 厚生労働省が昨日8月の毎月勤労統計調査の速報値を発表しました基本給や残業代などを合わせた1人当たりの現金給与総額名目賃金は前の年の同じ月と比べ0.2%少ない27万6296円で2か月連続で減少しております、うん、えー、これね現金給与総額だから、まあ、ある意味実感の部分 学面でわかるっていうね、景気がよくないんですよ、この前金統計の前にも、先月の末に、鉱工業生産が出たんですけどね、これも悪い数字でしたね、その次の日に今月の頭に出た日銀短観、これも悪い数字でしたね、それとあと、おっとあ昨日だったかな。 景気動向指数、これはまあ、経験を全体をね、示す一番まっとうな数字なんですけどね、これもよくなかったですね。それで、それでこの前金統計、だからこれ結構、その前の話、悪いから、悪いっていうのは予測できるんですけどね、きょう回った、今日っていうかね、同時に確か出た景気ウォッチャー調査ってありますね、これは先行き見ると結構当たるんですけどね、この先行きもすごい悪いですね。 そね。まあこれ、ウォーチャー調査9月の分だから、足元のところは2か月連続で改善したと、改善した、改善したというふうに書いてあるんだけど、よくよく見るね、これは見るとき、先行きだけなんでね、要するに現状の方はこの景気動向指数で見るんですよ、先行きは結構ウォーチャー調査当たるんでね、そっちをそっちを見るっていうのが普通だと思いますよ、そうすると、景気動向指数って、これで実は景気判断してるんですよね。機械的 と,ところでやるともう4ヶ月、はい 2つぶりに悪化っていうので、はい、多分景気後退って言わざる得ない状態ですね。これがだから月例経済報告と正反対になってるっていうのはね。月例はね、今月やって、はいでまあ、この景気動向指数っていうのは機械的にやるから、毎月いつって発表って決まってるんですけどね、うん、月例の方は、はい、あ閣議があって、まあちょっと政治的なんですよね。はい、だからあの、はっきり言ってやる日は決まってないんですよ。<ー>今月中にやればいいんですけどね。なるほど、えー、でも今月 中にやななきゃいけないけんですよ、ええええ <laughs> ということは、どっかで中下順で言わるれないでしょうね。はい、うそうするとここで景気判断を悪くす。 っって言わなないととちょ結構んですよねでも今、今国家やってるんでしょ、本当は2、3か月前にやっててもよかったんですよ、景気悪いっていうのは、数字的に見るとね、でもあ多分選挙とか消費増税の前だったから、やらなかった、やれなかったっていうね、政治的にね、でももうやっちゃったから、消費増税やったし、選挙もあったからっていう感じで、言う可能性高いと思いますね、この景気、悪くなってるともういい加減方針転換をして。 苦しくなってきますよ、正直言うと。もうも、う数字の底が出てきてやって、いくら頑張ってなんか言っても、なかなか今、言い訳が苦しくなっている状況だと思いますねで。さっき私がたくさん形指標を並べたでしょ。出るの、み,みんな悪いんですよ。悪い <laughs> れこれ。これでいいって言ったら、えっていうふうに思っちゃうですよみんな。いや、そうですよね、うん、もう肌感覚とも、あまりに違いすぎるし。<laughs> そうそうそうもう、ある意味で、景気対策やるのを覚悟すれば悪いって言った方がいいんですよ。あ<ー>だから、この通常国会であんまり用意してないんですけどね、はい、麻生さんはまだ景気対策 今は必要ないなんて言ってるんですけど、二、えー、ヶ月やって、ね、景気対策やらないで済むはずないと思いますよ。だってこれあの予算通したとして景気対策の、うんうん、すぐに効くわけじゃないわけですよね。大変なことあるんですよね。ねだからあのでも今世界経済悪いでしょ。はい、米中は当分は収束しない。こ、うん、れでブレグジットもある。はい。うーんとあとホルムズ海峡も危ない。はい。で日韓も 危うい <laughs> いうことだったらいい話ないじゃないですか。確かにね。<laughs> ねで、うん、これで内需も痛めつけてるわけですよね。消費増税ってもう最悪ですよ。んだからなんか景気対策ドーンとやんなきゃいけないもう段階なんですよね。はい、えー。消費増税は間違いだ。 えー、そういうメールもいただいております、金沢区の84歳無職の、えー、正隆さんですかね、えー、莫大な対応資金を投入して下支えし、民間にも多大な負担を敷いて混乱を起こし、何もいいことはないじゃないかと、えーうん、困るのは低所得者、高齢者、弱者切り捨ての構図なんじゃないかと、思、うんえー、案ですけれども、えー、私の案ですが、消費税、むしろ5%引き下げた方が、無駄な資金を使わずにかえって内需向上、税収も上がる、長い目で見たらいい施策だと思うんですけれどもと、いただいてあ,ます <laughs> あのま そうなんですけどね、でも5%下げるとちょっと大変だから、だから、とりあえず全品目軽減税率にしちゃうとかね、それとあとね、軽減税率の税率を下げる方が実は簡単なんですよ。それでもいいしね、でも要求を考えてみるとね、いろんな対策やってるでしょ、それでポイント還元ってのあるんでね、あれはね、せっかくあるんだから、活用した方がいいですよ。 ああ、あの、私なんか実はキャッシュレスだから、知らない間にポイント還元されてるんですけどね。今まで現金の人は、これを機会にやった方がいいかもしれません。ああ、それに関しては、まあ、あの、使えるものは使っとくそう、使えるものは3000億円くらい出るんだから、使えるものは使っとくと。一番簡単なのは、私が思うには、銀行預金持ってるでしょ、普通の人。そうすると、タダでデビットカードはもらえるんですよ。 おー、あれなんか一時期流行りましたけどね、デビットが。うんね、全然今流行ってないから、ね、あれデビット使うと還元率はちょっと普通の、あの、交通系よりちょっと高いんでね。え、そうなんですかそうそう。 だデビット、とりあえずはスマホとかそういうのは苦手な人とかいるでしょ。デビットはカードそのままですから銀行に行ってデビットくださいと言えばタダでくれるんですよ。それを使うのが多分一番お手軽だと思いますよ。なるほど対応店舗、ちょっと限られるかもしれないけどデビットの場合は。でもそれが一番お手軽。だからいろんな登録とかめんどくさいこともあんまりいらんし。 高いのはインターネット使って登録するとかするんで、面倒くさいんでしょまあね、そう言います。本当そう。でも銀行に行くと、デビットはくれるんでね。あれでやるのも一番多分ね、一番、あのお得だから。こう、もう文句が、あ、あうのはわかります。わかりますけどね。この際だからね、まあ、いっす、一層ね、ふんだくってあげるって感じでね。デビットとった、使った方がいいと思いますけどね。なるほどね。確かにな、もらえるものはもらっときながら。そう、文句は言うと。文句は言うと。もちろんそうです。え、今日のスクープアップ、毎月勤労統計調査。 足元の経済消費税といいうあたたたりお話しいただきましたこのコーナーも含め「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページをご覧ください。